エリザベス・リン・チェーニーは、アメリカ合衆国、ウィスコンシン州出身の政治家、共和党員、愛称のリズ・チェーニーとも称される。リック・チェーニー副大統領とセカンド・レディ、リン・チェーニーの長女で、ジョージ・ W ・ブッシュ政権下で、国務副次官法などの要職を歴任した。2017年からは、ワイオミング州選出のアメリカ合衆国会議員を2期、務めている。2019年からは、 下院共和党で3番目に高い地位である共和党会議議長に選出された。ネオコンの主導的な政治家の一人であり、他国への介入を避けるトランプ政権の問答主義的外交政策には批判的態度をとってきた。共和党の指導者でありながらトランプ大統領の弾劾決議に賛成票を投じたためトランプ支持者や共和党右派によって批判を受けている。 2021年5月には、党内の内部対立が原因で、東海議,議長を解任された。1966年7月28日、リズはウィスコンシン州マディソンで、リック・チェーニーとリン・チェーニーの長女として生まれた。出生当時、両親は共に、ウィスコンシン大学マディソン校に在学中であった。父は、ホワイトハウスで、首席補佐官を務めた後、 ワイオミング州選出の会議員となり、最終的には国防長官と副大統領を務めた。リズが生まれた3年後に妹のメアリー・ジェイニーが誕生。その後、父、リックの会議員選挙のため一家はワイオミング州キャスパーに引っ越した。リズはキャスパーの小中学校に通いながら、父親の選挙活動にも参加した。1984年、 リズはチアリーダーを務めていたマクリーン高校を卒業した。1988年母親の母校でもあるコロラドカレッジで文学志望を取得し、卒業論文ザ・エボリューション・オブ・プレジデンシャル・オーパワーズを執筆した。翌年から5年間米国国際開発庁で勤務し、その後コンサルティング会社に就職した。1996年シカゴ大学ロースクールで 法務博士を取得して卒業すると、ホワイトケース法律事務所の弁護士や、国際金融公社の国際法弁護士、コンサルタントとして活動した。1993年、ワシントン DC の法律事務所、ラタムワトキンスのパートナーであるフィリップ・ペリーと結婚した。ペリーとの間に5人の子を設けた。2002年、リズは国務副次官補に任命された。このポストは、 北アフリカと中東への投資促進を主な職務としていたが、当時1年以上の間空席だった。父ディックがジョージ・ W ・ブッシュ政権下の副大統領だったため、リズの任官は援護主義によるものではという疑念も上がったが、国務省のリチャード・バウチャー報道官は、コリン・パウエル国務長官がリズを推薦したためだと述べている。2年間の勤務を終え、2003年に離職。 2004年大統領選挙で、ブッシュ大統領の副大統領候補であった父、リックの再選キャンペーンに参加した。選挙戦では、女性有権者をターゲットにした、W スタンズ d s for、Women、という活動に参加した。2005年2月14日、国務副次官保健中東、北アフリカ広域構想調整官に任命された。国務次官保であるデビッド・ウェルチのもと、中東、 北アフリカにおける民主主義の促進と支援、教育と経済機会の拡大に向けた多国間の取り組みの調整を行い、中小企業に資金を提供するための未来の基金と報道の自由と民主主義を促進するための未来の財団という二つの反独立財団の立ち上げを監督した。2004年、イラク暫定政権が発足し、翌年に憲法草案を作成した。 ジェーニーは、基本的権利が保障されている点を評価し、同憲法草案の支持を表明した。その後、2006年3月に設立された、国務省均等局内のイランシリア政策、作戦グループの責任者も務めた。リズは2008年大統領選挙で、フレッド・トンプソンへの支持を表明し、2007年6月、スペンサー・エイブラハム元上院議員とジョージアレン。 元上院議員とともに全米共同議長として署名した。トンプソンが選挙戦から脱落した後、ジェイニーは2008年1月27日、ミッド・ロムニーの大統領選挙キャンペーンのためにシニア外交政策アドバイザーとして働くことを発表した。2009年10月、リズはウィリアム・クリストル、デボラ・バーリン・ゲームと共に非営利団体団体、キープ。 アメリカ政府を立ち上げた。同団体は国家安全保障上の重要な問題について関心のあるアメリカ人に情報を提供することを目的に設立された。2012年1月、リズはフォックスニュースの寄稿者として採用された。ハニティアフォックスニュースサンデーなどの番組にゲスト出演していた。リズが2014年に バイオミング州の上院議員に立候補する意向を表明したため、2013年7月にネットワークは彼女との契約を解除した。2013年7月16日、リズは翌年のアメリカ上院議員選挙へ共和党から出馬することを表明した。一方、全米共和党上院委員会は現職のマイクエンジ上院議員への支持を表明した他、 ワイオミング州選出のシンシアルミス会議員や、ジョン・バラス訴状委員議員も、リズの立候補を批判し、演じへの支持を表明した。全評判では、リズの資金面での優位性が予測されていたが、リズが選挙直前の2012年秋に、ワイオミング州へ移住したため、カーペットバガーではないかという批判を受けた。その後リズは、ジェーニー家が最初に、 ワイオミング州に来たのは1852年で一家のルーツである点を強調し批判を避けようとした。また、リズは私たちは妨害主義者と呼ばれることを恐れてはいけない。オバマ大統領の政策やアジェンダを妨害することは実際には妨害ではなく愛国心である。と述べ、ワイオミング州で不人気だったバラク・オバマ大統領の批判を繰り返した。オバマが 合衆国憲法修正第1条と第2条に対して文字通り宣戦復刻したと主張するとともに環境保護庁の規制に直面しているワイオミング州の牧場主やエネルギー産業界の労働者の利益にも言及した。さらに、リズは伝統的な結婚や家族を支持すると述べ同性婚への不支持を表明した。しかし、 妹のメアリーはレズビアンであることを以前から公表しており、2012年にヘザー・ポーと結婚したばかりであった。メアリーとポーのカップルは、姉、リズの発言を批判し、姉妹関係の悪化が公になった。その後、メアリーは姉の立候補の不支持を表明した。そもそも共和党現職の議員に、州の共和党員が対抗すること自体が異例だった上。 落下参候補であるとの批判や、同性婚への反対で実前との関係が悪化する、スキャンダル、高派的な外交政策への支持など、様々な要因が絡み、リズへの支持は伸び悩んだ。2014年1月6日、リズは家族の健康問題を理由に、上院議員選挙からの撤退を発表した。2016年、 リズ・チェーニー現職の新シ,シアルミス・カイン議員が2015年秋に引退を表明すると、リズは2016年会議員選挙への出馬を検討していることを発表した。2016年2月1日、ワイオミング州選挙区から会議員に立候補することを正式に表明した。リズは同選挙の有力候補であり、キャスパースター・トリビューンはみと、ワイオミング PBS が行った。 世論調査では共和党予備選でリズがリードしていることが報じられた。その後、リズは共和党予備選を得票率39.78%で勝ち上がり、本選では得票率62.03%で当選を果たした。2018年11月6日に行われた総選挙でリズは127,951票を獲得し、民主党のグレッグハンター、 リバータリアン党のリチャード・ブル・ベーカー、立憲党のダニエル・クライド・カミングスを破り、会議員に再選された。ジェイニーはアルバニー軍とティトン軍を除く21軍で勝利し、安定した地盤を見せつけた。11月14日、リズは第116議会の会員共和党外議議長に選出された。同職は、ケビン・マッカーシー少数党委員内総務。 スティーブ・スカリス少数党員内幹事に次ぐ共和党員第3位の地位であり共和党の女性議員としては当時最高位の地位にあった2020年リズは共和党の予備選でブレイク・スタンレーを73%の得票率で破り総選挙では民主党のリネット・グレイブルを69%の得票率で破った2017年1月10日リズは コリン・シー・ピーターソンとショーン・ダフィーと共同で、絶滅危惧手法に基づく灰色狼の保護を廃止する法案を提出したが、立法には至らなかった。リズ・チェーニー、リック・チェーニー、ロバート・アダーホルト・ホールド2019年6月、アレクサンドリア・オカシオ・コルティスカイン議員は、インスタグラムライブでメキシコとアメリカの国境にある、不法移民の収容所を、 ナチスドイツの強制収容所と比較する発言を行った。リズはコルテスの発言がホロコーストの犠牲者を軽視しているものだと猛烈に批判した。2018年9月、先住民族クロー族と環境保護団体はグレーターイエローストーン生体系のグリズリーを絶滅危惧手法の対象に戻すための訴訟に勝訴した。2019年8月に開催された 会員共和党会議で議長を務めたリズは、同訴訟について、科学や事実に基づくものではなく、原告の、西部の生活様式を破壊しようとする意図に、同期づけられていると述べた。これを受け、部族国家や環境保護主義者たちは、トロフィーハンティング、家畜や伐採の利益、ガス、石炭、石油の採掘産業に対する懸念を表明した。年月、 トランプ大統領はシリア北東部から米軍を撤退させることを決定した。トルコとシリアのクルド人地域の間の干渉材として機能していた米軍が撤退したため、トルコ軍は国境線を越えシリアのクルド人地域へ侵攻した。リズはトルコの侵攻を非難し、アメリカは ISIS IS と地上で戦い、アメリカの国土を守るのに貢献した。 同盟国クルド人を見捨てようとしている。この決定は、アメリカの敵対者である、ロシア、イラン、トルコを助け、ISIS の復活への道を開くものだと述べた。トルコの行動について、民主党がトランプへの弾劾調査を開始したため、シリア侵攻が起こったと非難したが、ナンシー・ペロシカ委員長のスポークスマンは、米大統領弾劾手続きが進行に与える。 影響についてのチェーニーの主張を妄想と呼んで否定した。2020年、リズはパレスチナ領ヨルダン川西岸地区の一部を併合するというイスラエルの計画に対する指示を表明した。イスラエルのベンヤミン・ネタニアフ首相に宛てた書簡に署名し、アメリカとイスラエルの揺るぎない同盟関係を再確認した。2020年9月、チェーニーは司法省に対し、 NRDC、NR c チェンジ、シエラクラブなどの環境保護団体を調査するよう要請した。リズはこれらの環境保護団体がしばしば、ロシアや中国などの外国勢力と同じ意見を唱えていることから、アメリカの環境、エネルギー政策に影響を与えようとしているのではないかとの疑念を述べている。ドナルド・トランプの2回目の断崖2021年1月12日。 ジョー・バイデン次期大統領の認証手続き中に連邦議会議事堂が襲撃された。トランプが暴動を先導したのにもかかわらず、暴動を止めるために何の行動も取らなかったことを批判した。リズは当時会員の共和党員の中で第三位の地位にあったが、アメリカの大統領がその職責と先生に対して、これほど大きな裏切りをしたことはないと述べ、 民主党が提出したトランプ大統領の弾劾への支持を表明した。1月13日には、ディズ以外に9人の共和党議員も弾劾への支持を表明。一方で極右の下院議員ジム・ジョーダンは、彼女を共和党の指導者から外すよう要求した。1月30日、ジョージ・ w ブッシュ元大統領のスポークスマンによれば、 ブッシュ元大統領は、リズの行動への支持を表明し、その数日後には、上院小数党院内総務であるミッチ・マコーネルは、リズ・チェーニーは、深い信念とそれに基づいて行動する勇気を持った、リーダーである。彼女は、我々の党と国家の重要なリーダーである。彼女の貢献に感謝するとともに、今後も我が国が直面する重要な問題について、 彼女と協力していくことを楽しみにしている。と述べ、リズの行動を評価、擁護した。トランプ支持者はリズがトランプの弾劾に賛成票を入れたことを非難し、2021年2月3日、会員共和党会議は、リズを議長の地位から外すかどうか、非公開の秘密投票を行った。その結果、145対61で続投が決定した。 2月6日、ワイオミング州共和党はリズを非難する決議を可決した。これに対しリズは弾劾への投票は憲法に誓った誓いによって強いられたものである。ワイオミングの市民はこの誓いが政治や党派性に屈したり降伏したりしないことを知っている。私は常にワイオミングの価値観のために戦い、西部の生活様式を守るために立ち上がる。と述べた。 リズはワイオミング州共和党からの離党すべきとの要求を拒否し、連邦議会議事堂襲撃事件はアンティファとブラックライブズマターが先導したものであると、問責決議が誤っていることを指摘した。チェーニーは暴力を誘発したトランプの犯罪捜査の可能性を提起し、複数回にわたり、トランプが今後の我が党のリーダーとしての役割を持っていないと発言している。 2021年3月には、ポール・ライアン元共和党議長がリズへの支持を表明。5月5日、チェイニーはトランプに対する個人崇拝をやめるよう主張し、改めてトランプ路線の踏襲を批判した。5月12日に議長を解任され、後任に親トランプ派のエリス・ステファニックが選出された。ありがとうございます。